どうもココリャ TV です。はい、今日お話しするのは最近カムバックしてもうね1位とかを取りまくっている少女時代の番組についてお話ししたいと思います。その名も、チャンネル少女時代っていう名前なんですけども、少女時代だけが少女時代が作る少女時代だけが出てくる番組なんですけど、こうみんなの裏側だったりとか素の部分とかね、運転だったりとかさ、みんなの仲いいところが見れたりとか、みんなの個性が見える感じですごく面白い番組になってるんですけど、まあ、そんな中でもちょっとエピソード的にちょっと面白かったなと思ったのが、これ結構ニュースにもなってたんですけど、なんかユナが昔好きなタイプの男の人3つ挙げてたらしいんです。なんかの雑誌かなんかでインタビューで、でその3つをが何だったかをみんなが思い出して答えなさいみたいなトークがあって、それをなんかね、ユリが答えようとしてて、ユナが好きだったタイプ3つなんだっけみたいな、なんかスーツが似合う人で背が高くてみたいな感じまで言ったら、なんとユリがめっちゃ普通にイーすんげーって言ったんですよ。そう、ユナといえばイーすんげーと、まあ一応お付き合いしてることを認めてるから、まあ、いいっちゃいいんですけど、そんな言っちゃうんだみたいな。でしかもユリがイーすんげーって言ったらもうみんな大爆笑だし、ユナもなんかちょっと照れ笑いみたいな感じで、もう包み隠さず少女時代が出ている感じで、私はねすごいなと思っちゃった。現役アイドルがそうやってね恋愛トークとかそういうこと言っちゃうんだっていうのがすごいなと思って、だからこれからも結構チャンネル少女時代見てたら爆弾発言だったり、こんなのも見せちゃっていいのみたいなのも見えるかもしれないので、みんなもちょっとチェックしてみてください。私もちょっと常に見ようと思います。ちなみに少女時代だったら私はテヨンが一番好きです。はい、ということでみんなもチェックしてみてください。じゃあねー、アニョン。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、オルチャンメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。